株式会社長崎国際テレビは、長崎県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。略称は2部。コールサインは、j o ス d t v で、NNN 系列フルネット局。長崎県の民放テレビ局の中では4番目、日本テレビ系列局では29番目の、 放送局として1991年4月1日に開局。もともと佐賀県向けに割り当てられた UHF 派が長崎県向けに振り返られたことを受けて開局した。社屋は長崎市街中心部に位置し、読売新聞長崎市局も入居している。社屋前には長崎電気軌道の線路が通り、その向かい側に出島跡地がある。 かつて社屋2階には小規模のコンサート、講演会などを開いていたニブホールがあったが、現在は報道制作フロアに転用されている。ロゴは開局以来から使われている正式なロゴと、開局15周年を機に制定したロゴがあり、前者は社は、社キや地上派デジタル放送の中継局などで使用している。日本テレビ関連会社である。 株式会社長崎ビジョンと共同で番組制作を行っている。また、スタジオが狭いため、24時間テレビのローカルパート、朝地ッ Z、昼地ゲドンは1階ロビーから放送している。なお、2部では24時間テレビなどの特番に、昼地ゲドン MC のことぶきかずみを起用することがある。日本最西端の沖縄県には、 日本テレビ系列局が存在しないため、現時点では、同局が、日本テレビ掲載生誕の放送局である。また、同じ NNNNS n, 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 n NS 系列では、テレビ、金沢や、鹿児島読売テレビともに、長崎県内の民放では長崎文化放送と、ともに、平成新局となっている。日本テレビ系列の放送局ではあるが、日本テレビホールディングスに次ぐ大株主として、 富士メディアホールディングスが名を連ねている。そのため、総務省から日テレ HD と富士 HD 双方の放送持ち株会社の関係会社となる放送事業者に指定されている。当局では長崎バスが株主となっており、開局当初は自社のバスに看板番組の広告を積極的に掲出していた。以下、企業、団体の名称、 個人の肩書きは当時のもの。1992年3月31日2003年3月31日2011年3月31日、リモコンキー ID は4全曲2011年7月24日をもって停破。日本テレビ系列のリモコンキー ID 地図は入社年度。男性女性男性女性委託制作ミニ、番組太字は同時ネット。 テレビ、東京系列その他は、現在も放送中の番組。以下は、テレビ長崎が、フジテレビ系フルネット化してからもしばらくネットしていた番組。以下は、上記以外のネット番組。ありがとうございます。